亀谷隆正の血統の教室。では今回は亀谷さんの見解を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではまずはアーモンドアイから。アーモンドアイですか。まあお父さん労働家のロアですからね、あのスプリント実績はあるわけですけど、ただこの馬自体はやっぱり高速馬場になるとちょっと不安かもしれないですね。まあ、高速馬場で 1400m でねデビュー戦で負けてますけどね、まあ、あれは適正っていう、まあ、初戦っていうのもあったんですけど、高速馬場になってスプリント寄りの流れになると任せる馬も出てくるかなっていう、ちょっとね可能性は出てきますけどね。それはタフな馬場で素足が決まらない馬場になっちゃったらそりゃ来ちゃうでしょうけどね。なるほど、わかりました。はい、では続いて、サウンドキアラ。はい、サウンドキアラは、お父さんがディープインパクトで、母の父がアグネスデジタルですよね。アグネスデジタルっていうのは、マイル G1 完全制覇ですよね。安田記念も勝ったし、マイルチャンピオンシップも勝ったし、あとフェブラリーステークスも勝ったん で母の父がダンチヒですからね。でダンチヒで実際にこのまま香港も勝ったんじゃないかな。あのそういうダンチヒの、ね、良さも出てるんで、まあ、このレースダンチヒ大事じゃないですか。高速馬場になったら、ボバのマイル以上の、ね、実績も勝ってるん でサウンドバリア自体が 1400m 重賞勝ち馬ですからね。まあ合ってると思いますけど。ちなみにこの東京っていう舞台でいうと今のところまだ2戦して負けに絡んでないんですけど、東京の舞台は、まあ、去年よりもね、去年がやっぱりもっと道中のペース、追走ペースが筋にそう遅かったですから、今年よりもで今年のはより早いペースを追走して金層でね、でなおかつ勢いも去年よりありますんでね、適正で別に去年も来なかったわけではないと思うんで、まあ、それで人気が落ちるってこともなさそうですけど、去年7着だからってまあいいと思うんですけどね。わかりました。はい、では続いてラブズオンリーユーについてはいかがでしょう。ラブズオンリーユーですけど、まあ、お兄ちゃんがリアルスティールですよね。同じ矢作厩舎 でリアルスティールっていう馬も、菊花賞では2着、皐月賞でも連帯したし、あとはドバイでも勝ちましたよね。ただ、まあ、中距離ではそれだけ強いパフォーマンスを発揮している馬ですけど、あのマイル戦に出た時ね、安田記念に出たら11着に負けちゃったんですよね。あれ安田記念の範囲っていうのはやっぱりスプリント志向の流れが合わなかったってことですよね。でこの兄弟ってやっぱり 1400m 以下で勝った馬がいないですか、まあ、ほとんど出てないんですけど、やっぱり中距離マイルより長い方に実績がある兄弟ですから、あのスプリント志向の流れっていうのが問われたら、まあ、結構危ないんじゃないかなと、そういう決闘ですよね。はい、なるほど、わかりました。では最後に、昨年の優勝馬ノームコアについてはいかがですかね。ノームコアですね、まあ、去年勝ったんでね、やっぱり適正、高速馬場の適正がないとは言えないですよね。ただ競走馬は走る距離を知らないですから、やっぱり金層の経験というのは結構大事で、まあ、去年に関して言うと距離短縮で挑めたっていうことですね。距離短縮で挑んで内枠で走った、内枠の距離短、あのビクトリアマイルは内枠を引いたってわけじゃないですか。似たようなシチュエーションの方がそれはいいわけですけど、まあ、今年は前走は戦2だったんで、今回距離延長で挑むことになりますしね。あとは枠順ですよね。だから外枠引いちゃうとどうなのかなとは思いますけどね。なんかハービンジャーっていうと距離延長が得意っていうイメージがあるんですけど、そうですね、距離延長得意な馬も多いんですけど、あの例えばですけど、あの有馬記念を勝ったブラストワンピースですか、あれなんか逆に距離短縮で高いパフォーマンスを発揮しますからね。よく言うんですけどね、あの別に馬柱で分かることはやっぱり血統より大事ですから、で馬柱で分かんない時にあの血統ってかなりヒントになるんで、馬柱で分かってることはあの馬柱を大事にした方がそれはいいでしょうね。わかりました。はい、では、簡単にまとめをお願いします。はい、やっぱババが大事なんでね、これ2週間以上前に撮ってるんですけど、まあ、あの月曜に撮ったところで難しいと思います、天気当てるので、ね、まあ、天気によってあの
気持ち、あの考え方はね、能力の方向一定ではないですから、あの馬場状態によって考え方を切り替えるっていうのがこのレースは特に大事だということですね。あとはね、最終結論はですね、うまい馬券や亀谷競馬サロンで、発表しますので、よろしければご参考にしていただければと思います。わかりました。亀谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。